あれ、ミュートになってた。失礼しました。ランダちゃんいらっしゃい。ミュートになってた。何これ。海のゴミ。くるくらっしゃい。なんでこれシャツがあるの。どういうこと。これ海のゴミ。ね、おとなしい。まあどうせあんま話してなかったんですけど。漂着ゴミっていうの。タイムカプセルとかないかな。ね、なんかないのかな、これ。英語のメッセージが入ったペットボトルとか。あ、そういう。いうことをしに来たんじゃないんだ俺は。電波大丈夫ですか。あ、マリルリーさんいらっしゃい。和骨です、いらっしゃい。掘り出し物。ハングルがあるんだ。とりあえず1個画質下げました今。これでちょっと安定するかな。画質1個下げたから。まあ海だからね。海の電波はまあ基本弱いのが当たり前なんですけど、人が住んでないから。今戻りました。画質下げてから平気。オッケー。じゃあ、あさねさんいらっしゃい。じゃあちょっと曰くをね。さっきのカップルの車ね、揺れてなかった。確認したんかい。来ますね。何個かに分けます。何個かに分けますので、一応皆さんに、今いる人には見えるように。ちょってね。まあ、そこはね、配信者のあるあるです。トマトになりやすいんだ。まあ、チャーと読めますけど、ここの、霊用隊なんて読むのこれ。信用隊、信用隊っていう多分戦争で特別部隊みたいなのがあって、まあ、そこの人たちの殉職のね、慰霊塔というのがあります、まず。その慰霊塔というのは、後で最後に行きますね。いや、この111人ものね、若者の命を吹き飛ばしたのは何かというのが、まあ、一番の問題なんですけど、これはね、戦争中に、その敵の軍隊が来たっていう誤報があって、誤報らしいですよ。誤報があって、みんなね、その、出撃の準備をしてるそうなんですよ。次の画面いきますね。そうですね。まあそうですね。供養はされてると思うけど、されてるのに心霊スポットになるってことは、まあそれなりにまだ何かしら怨念があるんじゃないですか。無念というか、まあ、一つのね、出火して爆薬を積んであった作業員のまず近場にいた人は全部吹っ飛んだらしいです。
もうね粉々に吹っ飛んだらしい。それを助けに行った人たちが今度は火事でここら辺一帯が全部燃えて、で総勢111人が亡くなったそうです。まあ、とりあえずはね大まかにはそういう感じです。なんとなく分かりました。なんとなくはこういう感じの曰くですね。暑いよよりもこのさ、手首が現れるって怖くない？どういうことやねん。手首が現れるってどういう状況や。手首だよ、手首。手じゃないんだよ。手首だけ現れるってどういうこと？そんな見てすぐ手首ってわかんないよ。手首でだぜ、この手首。手首だけ？成仏を願いながら、そうですね。じゃあそういう意味も込めて行ってみましょう。まあ電波ちょっと弱めなんで申し訳ないけど、またプツッちゃってサクッとやっちゃいます。あの手首が見えたら教えてください。ガチレスされちゃった。ガチレスされちゃった。一応あれね、ギャグね、ギャグだよ、ギャグ、ギャグだからさ、あんまガチレスしないで。なんで焦げてんだろう、これ。今なんか海の方からボンって聞こえたんだけど、何がボンって音がするの、ここ。危ないな、これ危ないな。ここまで水が来るってこと？これ。蹴ったら怒られちゃう？見えますか？あんま綺麗じゃない。あ、でもここら辺は綺麗かも。いや、砂浜じゃないのかな。夜の海って怖いね。うわっ。
待ってよ、波が時折やばいのが来る。こっちが何なんだろう。ライト明るいのもったいないから。うわ、真っ暗にするとやばいやばい、怖い怖い、何も見えない。海の中は魚がいっぱいいるの。これ電波平気？電波平気？やだよ、ここで止まったら。ここ岩場がある。え、不審者とかいるの？ここ、大丈夫？あ、テテヤさんいらっしゃい。この辺岩場。危ない危ないです。足がズボっていく。足がズボっていく、ここら辺。100人大谷池、そういうとこもあるんだ。我慢クラブ。こっちはそんなに冷えてない。ちょっと写真撮ります。失礼します。こっちは寒い？あ、関東冷え込んでるんだ。冷え込んでるんだ。波にさらわれてみよう。レイハさんいらっしゃる。霧濃いし寒い。肉片散らばったかと思うと、確かにほんとそれやで。マジでそれやで。まあね、まだね、ちょっと次行きたいところあるんで、あ、いわくはそんな感じですね。その信用体というものの事故がここで起きたってことで、これ停電します。冥福をお祈りしましょう。皆様もね。とりあえず停電しますんで、準備します。少々お待ちください。
映像見えますか？海水浴場定点あるよ。映像見えてますか？電波は？電波も平気そう？ちょっとね、角度はね、もうこれ以上前に行っちゃうともしかしたら水来るかもしれないから、波強い時これ以上前にはちょっといけないですけど、これ以上前はちょっとね、波が来ちゃう可能性があるから、一応ね、ズボって下に埋めといたからある程度は踏ん張れると思いますけど、スムーズ。じゃあちょっとマイク感度上げますんで、気をつけて、イヤホンの人気をつけて、海の音うるさいからマイク感度ちょっとだけ上げますね。いつもよりは少なめに上げます。奥に光ってるのは灯台っぽいかな、多分。角度がどこがいいんだろう。灯台っぽいけど、そんなによく見えんの映像。危ねえ、 Wi-Fi 持ってっちゃうとこだった。Wi-Fi 持ってっちゃうとこだった。一個だけ画質上げてみます。見えてる？大丈夫？大丈夫？離れますんで、できます。
噛んだ戻っちまった。なんともなかった？大丈夫そうした？癒しの時間でした。癒されました。なんかやだな、それ。嬉しいのか嬉しくないのか微妙やな。なんか観光配信だったら、なんか癒されたって言われるとすごいやってよかったなって思うけど、不要灯のおかげか。たまに波突っ込んでこなかった？大丈夫ですか？あ、ポッチさんいらっしゃい。あ、名前読んでない人いたらごめんね。誰かいる？リルリさん、哲也さん、ポッチさん、サザエさん、あ、リムルさんいらっしゃい。アンドちゃん、ヤヨさん、あと読んでない人いますかね。あたいいらっしゃい。土佐の海みたいな。カニさんいない。カニさんいない。そういえば。カニいるの？この岩んとこ。あ、一平さんの住人さんいらっしゃい。どうも。まあそうね、事故だから。でも事故の方が怨念はあるんじゃないの？どうなんすか、そこら辺は。死にたくないのに死んじゃってんじゃん。だって海の水ね、そうそう、ここら辺は綺麗ですね。なんか岩場が見えるもん。あ、そうなんだ。自殺よりは良いんだ。じゃあ最後にちょっと、またあの上まで歩いて。すごい足が、足腰鍛えられますよ、ここ来ると。皆さんもどうですか？足腰鍛えられますよ。ライト弱いやつにします。死の国？今北産業？あ、ポッチさん、これ今高知県、高知太平洋です。高知勢よ、幽霊さん、俺とシェイクハンド勢よ。誰の足跡？俺の足跡。俺の足跡、俺の足跡。あ、やばい、埋まる埋まる埋まる。危ない。もう砂利だから埋まるの足が、これ。びっくりした。なんで靴ペラみたいなの落ちてんの？いたら逃げない逃げない。握手する、握手はするよ、握手。でも手首しかいない例が出るらしいから、ここ手首で握手しなきゃいけないの。怖い。トサケ見てないな。アザラ足跡じゃない。お酒見てないかも。疲れた。ほんと、海って歩くのがしんどい。桂浜も歩いたけど。なんでこれソースみたいのがあんの？なんだこれ。じゃあ、ここの場所を最後に慰霊塔。しんどい。しんどい。ジョン万次郎？
ゴミすごいですよね。うさぎ飛び。コメント見えてなかった。気をつけます。ありがとうございます。四国野犬か。あ、野放しやばいの。カツオ人間やばい。え、声した？いっぱい声する？上じゃない？これ上に誰か人来たかな。じゃあカツオ人間はやばい。 , 笑っちゃう。誰かいますか？いませんよね。いませんよね。誰もいないみたいです。今何時だ。次行く場所はね、もう1時間以上車で行かなきゃいけないんで、もうね、寝る方はこれで最後になっちゃうかもしれないですけど、まあ、まだね起きてて、ちょうど起きたよとかいう人はね、次何時になるか分かんない。本当1時間は絶対かかっちゃうと思います。あと50キロくらいあるで、高速走ってない場所なんで。なんて半魚人。あら、稲川淳二さん。土佐犬見たら動画？わかった。嫌だよね、こういうとこにいたら。そんなやばいんでしょ？土佐犬って何なの？凶暴な犬？なんか漁港があるね、漁港。人面像？人面魚？スリックマン？刀剣。あ、危険なの？じゃあ俺死んじゃうじゃん。アウトやそれ。アウトやで。これがちょっと今ね、スタンド持ちながらやってるからカタカタ落としちゃうかも。え、ちょっと待って、クジラの中の畳の部屋に火が灯る。ゆきひろ。なんて読むのそれ。灯るって読んじゃった。野良犬。火が灯るじゃないかな、これ。難しい漢字使わないでほしいよね、こういう時。普通にひらがなで書けばいいじゃん。こんばんは、いらっしゃい。刀剣コーポレーションって何？何の話してんの？じゃちょっとこれ写真撮らせてください。まだ撮ってなかったんで。なんか今ちょっと嫌な雰囲気をしたんだけど、気のせいだよね。来てます。近づかないで。本当に？え、何すればいい、これ。一応手を合わせとけばいい。え、なんかすごい今変な感じを感じたんだけど、さっきまでとはちょっと笑えないぐらいの。あんま俺そういうの感じる人じゃないんだけど、手だけ。あ、手でお参りっていうか、あれ、お祈り。じゃあ皆様の一文字でお願いします。一文字で。マジでここ本当なんか嫌な変な気持ちするから、ちょっと一文字でお願いします皆さん。
すごいね。なんか別にここが慰霊塔だからとかじゃなくて、ここに近づいた瞬間にすごい背筋が、なんて言えばいいの、あんま俺こういう感覚ないんだけど、あ、踏み入らないこと、オッケーオッケー、海上自衛隊、え、これ右側やばいの、なんでわかんの、神社だよこれ、ちょっと待って、息遣いが多く聞こえるとかやめてよ、ちょっとやめてよちょっと、え、これ神社まずいの、え、でも住吉神社だよこれ、狐じゃないよ、え、住吉ですよ住吉、まあ、とりあえず写真撮りますわ、なんかバグってる、バグってる、バグってる、周りガサガサしてるの、あれ海の音だと思う、海の音、海の音入ってるよ、え、ちょっと待って、タイム、じゃあ一回さ、ちょっとスタンド外していい？逃げられる準備する、ちょっと待って、スタンド外すわ、今スタンドで配信してんだけど、一回ちょっと見ると、さあこれ結構奥が深いっぽいですけど、これ神社の右側に道があるのは何、神社の右は平気かな、じゃあ神社には入らない方がいいの、これはこっちから行くと何の、呼ばれてる感じこれ、あ、いや、こっち神社の横か、神社の横かな、え、どうなってんのこれ、裏、まだでも鳥くぐってないから大丈夫じゃない、ギリギリまで行こう、ギリギリまで、わお、これか、裏階段は天狗が通る、これ天狗よ、まあそういう配信だからね、まあ何かあったらしょうがないよ、写真撮ります、それはね、しょうがないよね。こういう配信を見に来てくれてるんだから。まあ、もし俺の身に何かあったら、皆さんが、SOS で伝えてください。警察に。俺諦めてこのまま帰るってことはしたくないので、行きます。
見てる側的にも俺ここで帰られたらなんだよってなるんで。え、息？あ、息つ、息出るかな？あ、出る出る出る。しょうがない。これはね、俺の意思で、俺の枠なので、俺の意見で行きます。みんなそういう人が多いと思うんで、行ってほしい人が。失礼しまーす。もっと濃かった？今息じゃないの？ほら。でも思いっきりはーってやらなきゃ出ないけどね。いや、しょうがないよ。四国なんてもう二度と来ないから。ここで帰るのは俺は納得できない。自分的に納得できないんで、申し訳ない。いろいろ意見ありがとう。でも納得できない。来ないんですかって何？来ないんですかって何？え、これも神社横側だよ。結構しっかりしてる、しっかりしてる。波の音は聞こえる。めっちゃしっかりした神社。センサーライトまでついてるよ。ん？って何？四国来ないでしょ。だってここまで何キロあるか知ってますか？埼玉から。そう簡単に来れる距離じゃないんで、このままノックノックと帰れるわけないじゃん。この神社を目にしたら。実際に車に乗って行ってみれば分かります。ここまでの遠さが。ここから帰ることを考えるとね、せっかく来たんだから、見てる人もせっかくここまで来てる配信を見に来てくれてるんだから、あそこで帰っちゃまずいでしょ、配信的に。これでも賽銭投げるとこないよね。じゃあ失礼します。俺住吉相性いいと思います。ぶっちゃけ稲荷よりライトセンサーつくかな。つかない。センサーつかないや。うん、左足から入った。でも何もないね。これ賽銭入れるとこないから、また皆さん一応お祈りお願いします。お祈りじゃねえ、お参り。参り。再生投げるとこないから。でもしっかり管理された神社ですよ、ここは。俺多分やばいと思うのは、あの手前にあったなんか祠の方だと思う。そんな気しないですか？
なんかマリルリさん言ったのはあの祠じゃない感じたというのは、あっちの方がなんか嫌な。今日あったかい？うん。あ、でもなんかね、さっきどっか寒いって言ってましたよ。関東？まあ、あえてね、ちょっと神社は写真撮らないけど、祠撮ってあるんで、あのインスタにあげますんで、もし何かあったら、息がどうのっていうのは俺見えてないけど。入る時の道？あれ、そう。まあいいや、ちょっと一回出てからにしよう。根っこ丸出しだよこれ。やばくないこれ。やばい、もう3時だ。もう日の出来ちゃうねこれ。日の出来ちゃう。もう移動しないとやばい。日の出見たいんだよね。その前に一箇所配信予定だったのに、それ無理かも。あれ？どこだっけ？さっき横。あれ？あれだ。樹齢？ご神木じゃないと思うけど。これなんでこう裏から入れるようになってんの？海岸から行けんのかな、これ。その、あ、今のの隣に祠があった。失礼しました。日の出見たいけどね、今日晴れるか分かんないけど。よいしょ。こっちのがやばいよ。今まで行ったことないおかしいなって話？どこで？ここでってこと？心霊配信場だったら俺いっぱいあるけど、ここでは全部やばいのは祠かなって思ったぐらいです。この今日雨やばかった、やばかった。昼ぐらいまで豪雨ですよ。俺、ね、寝てるとき、寝てるときっていうか、昨日夜中も配信したんですけど、自販機もうずっと豪雨、台風みたいな雨。やっと止んだんですよ今日。で、今は風もないからすごい運がいいっていうか。うわびっくりした。オートライトはいいけどさ、バンっていうのやめてほしいよね。音はやめて。音はオートライトはまあなんとなく来るかなと思ったけどさ、あんなでかい音でオートライトつくのは初めてですよ。超ビビった。じゃあね、もうちょっと移動しますね。で、ちょっとこの時間から先はね、寝ちゃう方も多いと思うんで一応言っときますけど、このさっき距離の話が出たんですけど、今ね、走行距離クイズっていうのをやってます。走行距離クイズっていうのをやってまして、追加センサー一回画像変えるね。そうでね、タイムシフト見る方もいると思うんで、こちらの裏ルールに飛んでいただくとアンケートの画面が出てきて、え、なんかいる、猫だ、違う、あれ何、リス、なわけねえ。リスみたいな。ゆうちゃんが言ってた、あ、人格センサーね。なんか目が光ったの、カサカサしててここに。
もう今照らしたら超歩ってる歩ってる、ちっちゃいのが猫っぽくないの。なんだろう。あ、栗花さんいらっしゃい、いらっしゃいっていうか 何時やと思って。なんだろうあれ、子猫かな。とりあえずあの今貼った裏あるね、このアンケートの裏あるのとこに走行距離を入力するところがあるんで、それで送っていただければ誰でも大丈夫です。ツイッターのアカウント持ってなくても大丈夫です。その代わりもし当たった時にギフトカードの画像ね、写真送るんで、その SNS なり、あとステアドでもいいから、Yahoo アドレスとか、Google アドレスとか、何でもいいんで、自分がね、今作ったやつとかでもいいんで、それを添付する、書く場所があるんで、あとハンドルネームね。それで当たった時にそこに送りますんで、もし送れなかったら失格になりますんでね。ちゃんとアドレス入力は、大文字小文字ハイフン、アンダーバー、全部ちゃんと入れてくださいね。ニコっぽい走り方じゃなかった。え、見えたの今の。あれで？え、ニコ生見えんの？あんな今こんなんで。こんなんで見えたの？やばいなそれ。びっくり。ルマートでタイムシフトで見てみよう。絶対見えてないと思って照らしたのに。じゃあね、おいでー日でした。わかんない。結局リスだと思うけど。まあ、じゃあね、とりあえず移動します。こっから多分1時間以上かかるんで、次の場所ね。まあおそらく、1個行きたい場所は配信微妙かなと思う場所なんですけど、まあそこはね、チャラッと動画か撮影だけして、で、日の出プラス心霊スポットということで、室戸岬というところに向かいます。室戸岬って聞いたことあるかもしれませんが、台風とかよくね、風が強いところですね。だからあんまちょっと配信には向いてないかもしれないですけど、高知といえば俺は桂浜じゃなく室戸岬だったんで、そちらに向かいます。そこまでね、まだ50キロぐらいあるんで、ちょっと一般道海沿いずっとね走っていこうと思います。またね、充電するからちょっと車載はしないと思いますけど、もし起きてたらね、もしくはタイムシフトでご確認ください。よく行くわね、すごい盗撮力。あ、ひょこひょこしてた。あ、パソコンか。トリオ2、OK です。一応、何時になるか分かんないけど、日の出がね、6時50分ぐらいだったんで、ここら辺調べたら。まあ、そこら辺にはもう全部を終えて、日の出見る体制だけにしときたいんですよね。じゃあ、とりあえず移動します。まあ、もう3時だっけ。やばいな、もう3時か。とりあえず1時間ちょいかかるんで、申し訳ないけど。あ、びっくりした。なんか銅像立ってたこれ。知らなかった。ビビった。か、あの信用体の殉職者名がずらーって書いてある、ここに。ちっちゃい文字でめっちゃいっぱい書いてある。これは誰だか知らない。写真撮っとこう、最後に。多分入れの一部だと思います。顔アップがね、届かない、もう柵がある。で、ここでね、終わりにしようと思います。あのね、走行距離クイズ、そろそろ本格的に宣伝させていただきますが、埼玉のオートパラ上尾さんというところから、四国ね、今日、昨日と回った場所、そして帰り埼玉の北本の自然観察公園というところでゴールの予定です。ここまで何キロ走行距離があるか、俺がどんだけ頑張って車を運転したか、結果が皆さんに予想してもらいますので、よろしくお願いします。参加、たくさんの参加がないとね、次へのやる気になりますんで、ね、いやよさんとかいつもコメントしない人でも、この前もたくさんね、やってくれたんで、またお願いします。くるさん頑張るんば。ありがとうございます。
この季節に海水浴場、そう、あれね、心霊スポットなんです、ここが。おつおつです、ありがとうございます。マリリーさんもたくさんコメントありがとうございました。作られてばかりの霊園って夜普通の人でも大体霊が見える。ああそうなんだ。頑張って運転した距離クイズね。そうそうそう、別名そうです。じゃあお疲れ様でした。ここからちょっと移動しますね。もしなんかね、不安じゃないや不明なことがね、さっきあったらタイムシフト見て何秒ぐらいやばいよとか、もしあるんであれば DM なりね、次の配信とかでも言ってくれれば検証しますんで、いつか。お疲れ様です。起きてたらね、うん、無理しないでくださいね。皆さんの生活時間帯を崩したくないので、無理せず、もし起きたら見てください。お疲れ様です。じゃあね、皆さん。じゃあね、夢見ろよ。じゃあ。